ガイウス・セクスティウス・カルーイヌスは、共和制ローマの政治家、軍人、紀元前124年に、執政官を務めた。カルーイヌスは、ほとんど無名のプレブスである、セクスティウス氏族の出身である。氏族では、ルキウス・セクスティウス・セクスティヌス・ラテラヌスが、プレブス出身で、最初の執政官となったが、その後カルーイヌスまで250年近く執政官を出していなかった。 凱旋式のファスティによれば、父も祖父もプラエノーメンは、ガイウスであった。カルーイヌスは、遅くとも、紀元前127年以前には、法務官に就任している。紀元前124年に、失政官に就任すると、前年の失政官で全失政官として、軍を率いていたマルクス・フルーイウス・フラックスに加わり、南フランスで、リグリア、サリエス、ボンコンティと戦った。 紀元前123年から紀元前122年にかけてもカルーイヌスはプロコンスルとしてインペリウムを継続保有した。カルーイヌスは現在のエクスアンプロバンスであるアクアエセクステアへの建設で知られている。敵のエントレモンとのサルーイヌスオッピドゥムを破壊した後に守備兵を置いたのが始まりである。紀元前120年前後にグナイウス・ドミティウス・アヘノバルブスと クイントス・ファビウス・マクシムス・ワンロブリギクスは、ガリア・トランサルピナに遠征して、ガリア人に勝利し、この地を、ローマの属州に組み入れた。この遠征にはカルーイヌスも参加して、顕著な役割を果たしている。カルーイヌスとフラックスは、長年ローマの同盟都市であった、マッシリアとすでにローマが支配していたガリア・キス・サルピナの、間に1マイル幅の広報連絡線を確保した。彼自身も、 紀元前122年に三つのガリア部族に勝利しており、その勝利を称えた凱旋式を実施している。アラ・カルウィニ1829年にパラティーノの丘の西側の下にある聖アナスタシアのバシリカの近くで小さな祭壇が発見された。祭壇はトラバーチン製で第二次ポエに戦争頃からローマでも使われ始めた砂時計の形をしている。その碑文から この祭壇は、紀元前92年頃、カルーイヌスが修復した s i デウス C.D.A. の祭壇であることがわかる。このため、アラカルーイニ、またはアラデルイグノティと呼ばれ、パラティの博物館に収納されている。一般には、カルーイヌスの息子が、この修復を行ったとされているが、古典学者、エルンストバディアンは、非文研究から、カルーイヌス本人であると考えている。 ありがとうございます。